はい、どうもこんにちは、直樹です。 FIFA19 選手レビュー動画、今回は90セカンドインフォームクリバリのレビューをしていきたいと思います。まずは相場ですが、 PS4、Xbox ともにだいたい30万コインぐらいになってきています。OVR の値は90、ポジションセンターバック、国籍はセネガル、所属チームセリエ A ナポリです。身長187センチと、センターバックとしてはまあ普通よりちょっと高めぐらいの身長になっています。少し話それますが、このクリバリ FIFA18 の時は身長195センチぐらいありました。というのもクリバリ身長を詐称してんじゃねえかっていうことがまあ囁かれていて、そういうことがあって身長187センチに修正されたんだと思います。利き足は右、ワークレートですが攻撃意識、守備意識ともに高いになっております。逆足ですが3になっています。これは最近来ましたスキルと逆足アップグレードにおいて、逆足2から逆足3にアップグレードされたっていう形になっています。スキルムーブは2ですね。特性としてパワーヘッダー持っておりますので、空中戦でヘディングで競り勝った時に強いヘディングシュートを打てるという選手になっています。次に詳しい能力値見ていきたいと思うんですが、スピードですが加速が70なのが少し不安なところです。あまり小回り効かない選手ですので、足の速いストライカーが相手にいる時に早めに対応しないといけないので、そこが注意ですね。次にシュート能力ですが、センターバックですのでこれは飛ばします。パスですが総合値53あります。ショートパス76あるのでその点はすごいいいのですが、視野が39、ロングパスが55となっていますので、その点が不安ですね。特にロングボールを送りたい時には、まあ、リスクのあるロングボールを送らない方がいいかもしれません。次にドリブルですが、敏捷性55、バランスが44ですので小回り効かないし、自分がボールを持っている時に体を当てられるとふらついちゃうのかなっていうことがありました。加速が70ということと、敏捷性55しかありませんので、クリバリが前を向いている時に相手ディフェンダーに裏に抜けられて、反転して追いかける時に少しもたもたしてしまいますので、本当に早めに対応するっていうことが重要になってきます。ただね、そういったことを補うためのディフェンス能力、フィジカル能力持っております。ディフェンス能力総合値91あります。インターセプト91、マーク94、スタンディングタックル91あります。また、ヘディング精度は83、ジャンプも84ありますし、身長も187センチと低くありませんので、結構空中戦強いと思います。コーナーからのヘディング精度もね、パワーヘッダーの特性持っていることもあって狙えると思います。スタミナが74とあまり高くはありませんが、センターバックとしては9大点だと思います。そしてクリバリの最大の特徴として、ストレングス、パワーですね。その値が98とほぼ完走しているところが魅力でしょうね。ほぼ守備時に当たり負けしないですので、そこが心強いですね。また積極性も91ありますので、コンピューターが勝手に相手のパスをカットしてくれるってことがよくありますね。確実にボールを取れそうであったら勝手にね、ディフェンスラインからクリバリが飛び出してきてカットしてくれるってことが多くありますので、その点も良い点ですね。次に使用結果なんですが、まずフォーメーションですね。試合開始前は352でケミストリー合わせしました。だいたい320万コインぐらいのスカットになってますね。で、試合開始後は5212にフォーメーションを変更しまして、クリバリに関しましては右のセンターバックとして起用しました。使用した試合ですが、ディビジョン4だとかウィーケンドリーグのゴールド2と、そこら辺のレベルで使用しました。ケミストリースタイルに関しては影をつけてスピードを補っておりました。使用結果ですが、37試合使って0ゴール0アシストでした。まあセンターバックですので、まあこれが普通かなと思うんですけれども、よく言えばヘディングシュートを決めたかったですね。はい、それでは実際のプレイ集を見ていただきたいと思うんですけれども、配信中の映像ですので、僕の関係ないセリフとか視聴者からのコメントも入っているんですけど、その点ご了承ください。ぜひ生の使用感というのを味わっていただきたいと思います。それでは、どうぞ。クリバリ安定してるね。危ない危ない。ジミー・ケイタ打ってほしいな。ロナウド、ケイタ、ブリリアントディフェンディング、イッサイブドアセーティンゴール、イッサイズインターセプション、ディパスワズンリアリーアベリートーフォーワン。いいね、クリバリ。50万だったら現役の選手使った方が良さげやん。エヴァールでしょ。よらっきーってナイス、クリバリ。いや、クリバリいいね。マジかよ、またそういけ、また縦ボンか。おい、おお、あー、いいね、クリバリいいね。そら大丈夫でしょ。あ
よーし、よかった。カルバハル。Now クリバリ。今日スカッとパスミスをなくさんと。Dangerous piece of defending, really. Under some pressure straight away. ナイス。まずい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 。マジかー。ナイスクリバリ。はい、実際のプレイ動画見ていただきました。いかがだったでしょうか。次に評価に入っていきたいと思います。まずペースですが、10段階中の6にしました。あまりね、速い方ではありませんし、加速も70と結構遅いですので、ペースに関しましては10段階中の6ですね。次にドリブルですが、こちら10段階中の5ですね。スピードの遅さと敏捷性の低さ、バランスの低さと相まって、結構切り返し遅いし、守備時の切り返しとかターンも遅いですので、相手チームに速いストライカーがいる時に注意しないといけません。ただそれを早めに対応すればいい話なので、まあ弱点とは言えないかもしれないんですが、それでも裏抜けされると追いつけないことも多いですので、こういった低い評価にしています。次にシュートですが、センターバックでゴールも決めておりませんので、今回は未評価ですね。次にディフェンス能力ですが、10段階中の9にしています。かなり高い守備能力持っていますし、結構勝手にボールを刈り取ってくれるし、タックルもバッチリ決まるっていう選手だったので、10段階中の9にしました。次にパスですが、10段階中の6ですね。まあ非常にね、パスに関しては、まあ不得意と言いますか、あまり得意ではありません。特にサイドチェンジするとき、ロングボールを送りたいときは気をつける必要があって、こうストレスなくパスを送れるという感じではありませんでしたので、10段階中の6です。次にフィジカルですが、これはマックスの評価にしておきました。作中でもトップクラスのね、フィジカル能力持っています。パワーの値が98ということは、もうほとんど現役選手の中ではトップだと思いますので、そういった面でフィジカル10段階中の10評価ですね。とにかくね、当たり負けしないディフェンダーですので、スカットに1人いると非常に心強いです。次に楽しさですが、まあ、センターバックなんで使ってて楽しいと思えるポジションではないんですけれども、フィジカルが強いということと、ディフェンス面であまりストレスを感じないということがありましたので、10段階中の7ですね。パスがもうちょっと上手ければ10段階中8にしてもよかったです。最後にコストパフォーマンスですが、10段階中の8ですね。30万コインとあまり安いとは言えないんですけれども、他の30万コインのディフェンダーと比べても、まあ、それなりの能力を持っているかなと思いました。はい、そしてトータルに考えて満足度は10段階中の9にしておきました。非常にね、使ってて面白い選手といいますか、安心できる選手でしたので、ここでは10段階中の9にしておきました。それでは実際にクリバリ使うときにどういった風にケミストリーつなげればいいのかっていうことを見ていきたいと思うんですが、まずナポリ所属ですので、ハムシクのプレミアム SBC とつながりますね。これは緑色のストロングリンクでつながりますので便利ですね。ただハムシクは中国に移籍しちゃうそうなので、今後排出される中国のチーム所属のハムシクに関しては全くつなげられなくなっちゃうので、そこは注意が必要ですね。ただこのプレミアム SBC に関してはおそらく所属チーム変わらないと思いますので便利ですね。次に今 FIFA 19のサイドバック誰が強いかと言いますと、アレックス・サンドロがね、有名ですので、アレックス・サンドロと繋げておきました。クリバリセリエ所属なので、アレックス・サンドロとね、問題なく繋げることができます。キーパーは一応ハンダノビッチと繋げておきました。セリエ A は、ハンダノビッチほぼ一択だと思いますので、ハンダノビッチここでは繋げております。はい、最後に適正ポジションとおすすめケミストリースタイルですね。まあ、クリバリセンターバックなんで、適正ポジションといってもセンターバックしかないんですけれども、おすすめのケミストリースタイルに関しましては影にしておきました。やはりスピードが弱点ですので、スピードを上げて上げて、まあ、プラス10にされるんで、総合値が87になりますね。またディフェンス能力も上がりますので、総合値で97ありますし、インターセプト99、マーク99、スタンディングタックル96、スライディングタックル99と、かなりの値示しますので、影おすすめですね。はい、それでは今回のね、セカンドインフォーム90クリバリの評価、ここで終わりたいと思います。体が強くてね、非常に使ってて安心できる選手といいますか、頼もしい選手ですのでね、ぜひスカットに1枚組み込んでみてください。最後にこのレビュー動画がいいなと思った方や、もっとたくさんレビュー動画作ってほしいって方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter もやっておりまして、レビュー動画にしきれなかった選手のレビューだとか、配信の告知はそちらでやっておりますので、Twitter もフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。